小春ちゃん、お先。白状者、うん、小春さん、手伝うわ。主任、おった、主任のおかげであっという間でした。ありがとうございます。いいの。主任、お礼に美味しいカクテルをご馳走させてください。あ、その、この後予定があって。え、予定があったんですか？すいません。いや、その、でも。あ、じゃあ明日のランチはどうですか？あ、ええ、ぜひ。やった、約束ですよ。じゃあ、お先に失礼します。小春くん、僕と飲みに行く？あ、いえ、結構です。ただいま。おかえり、ちーちゃん。今日も一日お疲れ様。ご飯は？少しでいい。空は？一緒に食べよう。今日は僕が漬けた梅酒で作った梅スプレッドだよ。いや、私は、お酒は…ちーちゃん、召し上がれ。口いっぱいに咲き乱れてる。出ます。今夜のお酒、梅スプレッド。1対1で割るのがコツ。レモンも入れよう。甘いけどすっきりしてる。レモンのおかげだね。もう一杯おかわり。かしこまりました。そういえば、こんなのもあるよ。ミニおでんちょうだい。今日飲みに行こうって誘われちゃってさ。うん、超行きたかった。ちーちゃんお酒好きだもんね。でもダメなの、酔うと変になるもん。こんな姿誰にも見られたくないよ。ん？うんうん、隣。ちーちゃんいい感じに酔ってる。酔って私はお嫌いですかにゃ。そんなことないよ。お酒を飲まないと自分が出せないって人は少なくないから。それは私のことか。ああ、すき。今日も酔ったちーちゃんは可愛い。行ってきます。行ってらっしゃい。